牧野富太郎博士が信頼を寄せた画家山田敏夫さんの植物図が県立牧野植物園で展示されています。牧野植物園で開かれている企画展、幻の画家山田敏夫の植物図。植物学者牧野富太郎博士に可能性を見出された山田敏夫さんが描いた植物図など120点が展示されています。描く植物の正確な色使いとぼかしによる独特な陰影が牧野博士にも認められていたという山田さんの植物図。中には未完成のものも展示されていて、山田さんの植物図に捧げた思いや植物の真の姿を描こうとする姿勢を感じることができます。で、植物をいかに正確に色をつけて、見ているよりも本物よりもなんか正しい色のつけ方、そんなこと言ったらおかしいのかもしれませんけれども、その彩色の妙ですね、そういったものも技術もご覧いただければと思います。この企画展は11月24日まで開かれています。